これは僕が高校3年生の頃の話です。まだいたのか。遅くまで大変だな。あ、すいません、もうすぐ帰りますんで。ほどほどにな、早く鍵閉めたいからさ。あ、すいません。この頃僕はよく学校に一人で残り受験勉強をしていたのですが、大丈夫ですか？えっ、